にちは、ゴルフコーチの吉本拓海です。今回はダウンスイングの軌道がアウトサイドイン軌道のまま、スライス回転の軌道のまま飛距離をアップさせる方法をご紹介していきます。でこの球筋がスライスになってしまうということは、トップのポジションからダウンスイングを下ろしてきた時にクラブのヘッドの軌道がアウトサイドから降りてきてインサイドに抜けるアウトサイドイン軌道になってしまうということになります。アウトサイドイン軌道になってしまうと力が右に曲がる方向に取られてしまうので飛距離が出なくなります。で本来はこのアウトサイドイン軌道を改善することによって飛距離を出すことができるんですが、今回はこのアウトサイドイン軌道のまま飛距離をアップさせる方法というのをご紹介していきます。トップのポジションからダウンスイングでクラブのヘッドがアウトサイドから降りてきてフォロースルーにかけてヘッドがインサイドに抜けていくと、グリップが体に近い位置を通るので少しグリップが失速してしまいます。そうするとクラブのヘッドの末端も失速してしまって、アウトサイドイン軌道で失速した状態でスライスして飛距離が出なくなってしまいます。でそういった時にはトップのポジションからダウンスイングを下ろしてきてクラブのヘッドがアウトサイドから降りてきて、その後インサイドに抜けていく時にクラブのヘッドが失速しないようにするためにフォロースルーにかけて思い切り左の肘を引いてグリップが失速しないようにフォロースルーすることを意識してください。でグリップが失速せずフォロースルーできることによって末端のクラブのヘッドも失速せずフォロースルーにかけて加速することができます。一般的にこのフォロースルーで左の肘が引ける動きというのは悪とされているんですが、ダウンスイングでこのアウトサイドイン軌道がどうしても治らないという方にとってはこの左の肘を引く動きというのは必要な動きになります。この左の肘が引ける動きがなくなってしまうとインパクトで失速してしまってフォロースルーにかけて加速することができなくなります。なのでどうしてもダウンスイングでアウトサイドイン軌道が改善できないという方というのは、無理にフォロースルーで左の腕を伸ばそうとはせずにフォロースルーにかけて思い切り左の肘を引いて末端のクラブのヘッドを加速させることを意識してください。フォロースルーにかけて左の肘を引くことによってここにスペースが生まれるので、フォロースルーにかけてグリップとヘッドが失速せず加速していくことができます。まあ、例えばプロ選手の中ではジョーダン・スピース選手もフォロースルーで左の肘が引けてしまうんですが、あの左の肘が引けてしまう動きも一般的には悪と良くないとされているんですが、ジョーダン・スピース選手もあの動きでフォロースルーで加速しているという形になりますので、どうしてもダウンスイングの軌道のアウトサイドイン軌道が治らないという方はフォロースルーで左の肘を思いっきり引いてフォロースルーにかけてヘッドを失速させず加速させるというポイントを意識してみてください。